というわけで、赤い橋とも呼ばれるですね、こちらもコンピラ橋ですね。行ってみましょう。こちらがですね、非常に自殺の名所として知られてる橋でして、おー、こんな感じですね。カンナが書いてありますね。でこちら側がですね、コンピラ橋とこうなってるわけですが、早速そのまま渡っていきたいと思いますが、ね、まあ夜で、ね、車が来ないので中央を歩けるんですが、ワイヤーが、はい、お花とかそういったものはないようですね。で非常に、まあ、橋の上だけあって風が通るんですね。山から吹き下ろしてくる風でしょうかね。全然見えないですね。全然見えないですね。届かないですね、さすがに。さあ。こちらもですね、かなりの、やっぱり、目撃例が、あるようなんですが、どうですかね。特に、この寒さ以外の寒気っていうのは感じないですね。短いって言えば短いですね。マジで、落書きもされてますね、これ下にね。だいぶね、あ、横もね、ありますね。何でしょうかね。なんで自分の名前とか書いてきちゃうんでしょうね。あんまり宣伝しない方がいいような気がするんですけどね。じゃあそのままですね、行きたいと思います。
張感が違って打たれているということで、それはいいんではないでしょうかね。中央付近ぐらいですね。あ、だいぶ風が冷たいですね。さあ、ということで渡り切りましたが、こちらの、ね、赤い橋、コンピラ橋ですね。こんな感じですね。まあ、本当霊感がないのでね、何か見える方いますでしょうかね。さあ、こちらがですね、山の中なんですけど、ね、通称新井さんの家っていうねことなんですが、まあ以前も一つ、ああこんな感じでありますね。で、母屋がもう潰れたままですね。さあ、で入り口に青いスプレーで、ああありますね、死亡の館。なんで死亡の館、これちょっとね、壺にはまっちゃうんですよね。誰が書いたのか、なかなかあのナイスな感じなんですけどね。中は、まあ物置ですよね。こっちね、母屋が潰されてしまっているので、どうにもこうにもなんですけどね。ああ、れこれに、あ、赤いポンプ投げられちゃってますね。まあ以前母屋があった時はね、何かそこから持っていくと洗いですがって電話がかかってきて、なんか返してくださいって言われるらしいんですけどね。そんなバカなですよね。この辺に、まあ、潰したであろう廃材が、まあ、こう置いてありますが、去年来た時よりだいぶ朽ちてますね。ということで死亡の館ですね。さあ、こちらがですね、対岸側の、ボート乗り場なんですが、ちょっとパッと見た感じ、いけないような感じになってましたね。水位がやっぱ低くなってるせいか、桟橋から先がちょっと、てか桟橋が遠かったように、ちょっと今ね上から肉眼で確認したんですが、あ、こんな風に書いてあるんですね。日刊スポーツ、なぜか日刊スポーツなんですね。日刊スポーツですね。車両通行止め、ちょっとダーッと行ってみましょうかね。ああ、ボートは置き去りになってますけどね。
向こう側のあの国道側のオート乗り場の方も、まあ、位置変わってましたしね、だいぶ冬で、冬なのかどうかわからないんですけど、水門の点検工事みたいのをやってるみたいで、それで、なんでしょうね。ああ、これ全然いけないですね、これ。ちょっとご覧いただけますか。ちょっと桟橋離れちゃってますね、これ。いけないですね、これね。やっぱいけないですね。ちょっとここからですかね。さあ、でこちらもですね、結構山の中に入ってます、神社らしきものなんですがね、こちらもですね、何やらこう目撃例があるようなんですが、前回こちらも、ああこれやっぱ見えませんね、これね、あの苔むしちゃってるんですよね、これね、全然読み取れませんね、これね、よっ、あ山の中ですね。さあ、ここ開いてますよ、開いてますね。おお、うわ、なんか荒らされてないですか、これ。あれあれ、ひどいな。荒らされてますね。うわー。どういうことこれ。石とか投げ込まれてますね。これ割られてる。ひでえなー。これ結構盛んな方々ですかね。石が投げ込まれてますね。うーわー、こんなことする必要がないのにな。うわー、こちらも割られてますね。なんてことしてやるんだろうな。灯籠も破壊されてる。あ、これは普通に倒れてる。バチ当たりますよね。いや、なんか転がされてるような。あー、こっちは、うわ、ひどいな。いやボコボコになってますね。倒されちゃったりとかして、ちょっと、はあ、裏は大丈夫。なんでこんなことするんだろうな。いや、心霊っていうかね、目撃霊のね、あれよりもね、このバチ当たりな行為がね、あ、これ倒されてますね、やっぱりね、これね、ほら。ひどいな、これ。これは人の仕業ですよね。いやー、ひどいなー。うわー、いや、見に来る分にはいいと思うんですよ。ただこの破壊行為をねしていくっていうのがね、意味わかんないんですよね。ストレス発散なんでしょうかね。いろいろと他にもね、ストレス発散方法あるとは思うんですが、こういうね、結構これね、立派な作りになってるんですよ、上だって。ねえ、こういうのをね、壊していくっていうね、ものがね、考えられませんよね。平気であんなね、石とか、これ石ですよね、もう、これ。石が。上にもこう投げ込まれてるんですよ。ひどいな。ちょっと